jitterbug stroller. Let's come on out on the floor. Come on, y'all, get on out here. We're going to jitterbug stroller. Y'all ready? Well, here we go. Here we go. Shake it on down. Break time, y'all. Break time. Yeah, knee slap with a shorty George. A knee slap, a shorty George. A knee slap, a shorty George. A knee slap, a shorty. Pivot time. Oh, yeah. Knee slap with a shorty Hemsworth. それでは今回は第2セクションの6小節を見てまいりたいと思います。構成はこの前と一緒でシグネチャーステップですね。今回のテーマとなるステップが、最初の小節、それから2番目、3番目ですね。3回、今回はまあテーマはこの前 A と呼びましたので、今回のテーマステップ、シグネチャーステップですね、署名のステップは、B と呼ぶと、まあ、B、B、B として、そしてこの前と同じように、ストロールアラウンドとか、ジャズピボットターンというのを小節使ってして、そしてまた5小節目で、最初のシグネチャーステップですね。今回はニースラップとショーティージョージというステップですね。なかなか独特な面白い、非常にエキサイティングなステップですね。そして、これはシムシャムのブレイクをすると。6小節目で、全く一緒です。シムシャムのブレイクをするということで、詳しく説明したいと思いますね。もう一度、ちょっとスクロールしてみましょう。ちょっと文字がちっちゃいのでね、すいませんが。ちょっと濃く印刷はしたんですけれどもね。まあ、これが欲しい方は、連絡してくだされば、ファックス及び、もしくは電子データで差し上げますので、よろしくお願いします。コンピューターでお送りしますからね。今回は比較的簡単ですね。第3セクションの方がですね、数字9とかいろんなものが控えております。首都5の後の6、7というので、5、6、7で、まあ、ショーティージョージのアクションですね。ちょっとこの動画をですね、一時停止などされて、チェックしていただくと嬉しいですね。こちらもちょっと。
それではですね、今回は、まあ、あまり、難しくはありませんのでね、簡単に参りたいと思います。はい、こんにちは。ではですね、第2セクションということで、実際の質疑を説明しましょう。今日は比較的簡単ですので、ではレッツゴー。まず、シムシャムのブレイクのステップですね。まずこちら向きに、説明しますが、5、6、7で終わってますね。そしたら、2スレア、これをしますね。2というのは、膝のことですね。プロレスで2ドロップとですね、ありますね。2というのは膝のことですね。そしてスレアというのは、まあ、叩くということなので、要するに膝を叩くということですが、今7で来ておりますから8で、足を上げて、まあ、膝をね、打つ感じにしますね。だから8、1、そして2、3ですね。8で叩い上げて叩いて1で下ろす、2で上げて叩いて、そして3で下ろすということですね。そしたら次に、斜め前ぐらいに右足をキックします。これが、3が終わりましたから、4&はだいたい揃えますね。4&、そして5、まあ、5、6、7と少しちっちゃめに前進するか、スペースがない場合は揃えればいいんですけれども、7、8、1、2、3、4&5 で、ここからショーティージョージにアクションするんですが、5、6、7、これでまた8から繰り返しますね。シグネチャーステップは2スレアップとショーティージョージなのでね、ちょっと分かりやすくショーティージョージをカメラにまっすぐ向かって行いますね。4でキックします。4&5、こういうのはキックボールチェンジと言いますね。キックした足をハンドカウントで素早く揃えて、次の足に踏み替える。4&5ですね。これは両膝を、右の膝を少し後ろにつけて、ぐっと膝だけをはみ出せる感じにしますね。体が全部歪んでるとこうなっちゃうので、頭はほとんどその位置に置いておいて、しかも腰も回すと変なツイストになってしまうので、腰を自分の手で押さえて練習するといいですね。5。で、ちっちゃく前進して6。そしてもう一歩前進して7というふうに3回します。これをショーティージョージと言いますけども、このショーティージョージというのはですね、人の名前で、皆様、よくご存知のですね、皆様が楽しんでおられる、倫理ホップを作った人の名前なんですね。こういう面白い独特なアクションをショーティージョージと言います。なので、もう一回真正面に向かってしますと、2スレア、膝叩いて、ポリープ、そして、4&5、6、7、そしてまた、8、1、2、3となるんですね。もう今回は簡単です。では、もう一回こっちの方を見てしますね。今こうなってますので、前回の A というパターンのシグネチャーステップが終わりまして、今回は B という第2セクションですね。だから7来ましたら8 1 2 3 4 and 5 6 7ですね。で、これを2回しますね。また簡単にしますと8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7、ね、そしたら前回と一緒でストロールアラウンドをしますから、まあ、ジャズピボットターンとも言います。手を叩いて8 1 2 3 4 5 6 7、もう1回 B というシグネチャーステップですね。今のを続けるので4回ですね。8 1 2 3 4 and 5 6 7、ここから、シムシムブレイクですね。8は横で、1はこういう風にしてもいいし、ホイスクのように後ろに交差してもいいし、横にタッチしてもいいですね。今回はこっちにしましょう。1、2、3、4ですね。これが今8になりますから、1は乗らずにタッチだけなので、乗ってしまうとカウントがおかしくなります。1、2は乗ります。3も同様乗らないでタッチのみ。4、そして5、6、
成分と向きを変えるか、向きを変えずにその同じ向きの場合は向きを向いて踊る場合は同じ向きにするんですね。では今度はこの向きでします。ちょうど今の前回のシミュションのブレイク、ブレイクは切り替えのステップでしたね。終わりました。8 1 2 3 4 and short t ジョージですね。5 6 7、そしたら8 1 2 3 4 and 5 6 7、ちっちゃくしますね、はみ出てしまうのでね、カメラから。8 1 2 3 4 and 5 6 7、そしてジャズピボットターン8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7ですね。膝を左右に、押し込めて振ります。そしたらブレイク8 1 2 3 4 5 6 7ですね。8は横に8、そして1 2 3 4 5 6 7 8、第3セクションは数字9というね、大きい山が控えておりますので、今回はここまでですね。第2セクションは至って簡単です。それではさようなら、頑張ってください。それではですね、前回も簡単に説明しておきましたけれども、ジットバーグストロールというのが何かということを簡単に振り返っておきましょうね。ジットバーグというのは、早く発音するとジラバーグ、ジラバーグ、ジルバ、ね、ジルバと聞こえて、こう社交ダンスのジルバというのの、この大元の単語ということでしたね。ストロールはうろつき回るとかですね、ブラブラ歩くということなので、ジルバでブラブラ歩くということですけれども、これはラインダンスなので、実際にジルバを踊るわけではありませんから、この動画をですね、何かジルバの踊りのプラスになるかしらんと思って見た人は、結構失望させてしまうんじゃないかと、失望させてしまうんじゃないかと思うとちょっと気が病みます。ジタバーグストロールですね、1992年にライアン・フランソワーさんが振り付けたラインダンスですね。リンディ・ホップなんとかジャズダンスのね、そういう方の間では有名です。代表的な音楽はここでも、使っておりますが、スティーブン・ミッチェルさんの The Jitterbug Stroll、 もうそのものですね。これは聞いてわかるようにピヨヨヨヨヨっていう風にですね、とかニースラップニースラップショーティジョージという風に、もう動作をそのまま、歌詞といいますか歌の中で、言っておりますので、ある意味手取り足取りですね。例えがあれですけども、ラジオ体操なんかで、はい、右手を次は回しましょうというように言ってるようなものですね。それから、ウディ・ハーマンさんのウッドチョッパーズボール、構成としましてはこうですね、1小節、これは8ビートですね。これはまあよくあるパターンですね。ヒップホップとかそういうものでも基本的には8ビートで数えますし、もちろん皆様がして見える、していらっしゃるリンディ・ホップも8ビートですもんね。でこれがまあ6個集まってですね、1小節が6個ですから6小節ということですが、1つのグループになっており、それが4回繰り返されるわけですから、6、4、24小節ありますね。さらにイントロダクションとエンディングがありますから、実際はもうちょっと多くなります。さらにその前に4小節の前奏と、イントロダクションですね。それから最後に、ほぼ1小節半のエンディングがあると。ここら辺の知識はすべてウィキペディアという、インターネットの百科事典を利用しております。いろんな文献がありますのでね、多少違う風に書いてある文献もあります。前奏は4小節ですね。そして、第1セクションはこの前もちょっと説明しましたけれども、テーマ A ですね、これはシグネチャーステップ、その、部分を代表するようにサインするというような意味でシグネチャーと言いますね。シグネチャーはサイン、署名のことですね。テーマ、小切手なんかをね、切るときに書く署名のことですね。テーマ A というシグネチャーステップを3回踊り、ジタバーグストロール、これはいつも毎回一緒です、楽ですね。
踊って、そして再度 A を踊るというね、合計4回踊りますね。最初に3回まとめて同じ繰り返し、で今度は1回だけ。そしてブレイクという、ブレイクは壊すということでしたけど、これは壊すという意味ではなく、この場合は切り替えという意味ですね。バトバをつなぐような切り替えのステップ、これもいつも同じなので簡単ですね。シムシャムで使うステップです。で第2セクションも全く同じ構成で、何が違うかというと、テーマステップを B、 これを B というちょっと違うのね、これは今回説明しておりますのですと、ニースラップ、そしてショーティージョーですね。3回目になりますと数字9で、4回目は、キックボールチェンジとティックタック、これをするわけです。ちなみに1回目はこの前、しましたように、前進をして、ハッスルウォークで前進をしてブーギーバックで、手を叩いてからブーギーバックで下がったら、今度は、スクープキックをすると、スコップのようにキックをするというのでしたね。第3セクションも同じで C というテーマを3回、ジタバッグストロール1回して、また C をしてブレイク。第4セクションも今度は D というシグネチャーステップを3回、ジタバッグストロール、そして D をもう一度してブレイクですね。で最後のエンディングは1小節半ありますが、ジタバッグストロールを、1回しましたら、回転をしてポーズして終わると、こんなような感じになっております。Shake it on down. Yoy, yoy, yoy. Break time, y'all. Break time. Yeah, knee slap with a shorty George. A knee slap, a shorty George. A knee slap, a shorty George. A knee slap, a shorty. Feel it now. Oh, yeah. Knee slap with a shorty and go. Yeah. Break time. Break time, yeah. Susie Q, y'all. Susie Q. Step and hold it right there. Yeah.